こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。奥歯がの歯茎ですね、ここが腫れたということで保険の歯科医院にて治療を受けたということです。その中を顕微鏡によりチェックしてみたいと思います。まずこの白いものはゴムになっております。ゴムの蓋になっていますから細菌がまた中に入り蓋の意味がないということです。それを除去してみたいと思います。ゴムですから簡単にこのように除去することができます。保険では短時間にたくさんの患者さんを見ますのでこのような負担になってしまいます。まだ色が白いのはまだそんなに日数が経っていないということです。頭を常に細菌ということを考え処置を行うことが大切だと考えています。中はこのようにここから海がちょっと出ているのがわかると思います。でここには綿が詰まっていますがすでに海で汚れがいっぱいあります。この状態で蓋をして それはどういうことになるかということだと思います。こちらにはゴムの詰め物がちょっと顔を見えています。まず汚れを取ること、それもきちっと見てですね、しっかりと確認して取ること。そうすると1回の治療時間は当然時間を要します。つまり1日の患者さんの数も限られてくるということです。汚れが取り残しているということです。そのまま蓋をし様子を見ててもあまり意味がないということです。細菌で感染した部分を丁寧に除去していきます。この処置は一切麻酔が不要ということになります。